皆さん、こんにちは。トー社会保険労務省人、特定社会保険労務士の渡辺でございます。コロナ禍となって約1年経ちましたけれども、皆様方のご事業はいかがでしょうか。コロナの影響で業績悪化した企業などがからですね、解雇されたり、契約更新をされない、いわゆる雇い止めにされたりしたケースがですね、増加しております。昨年の1月末から、 本年7月末までにです、ね、解雇あるいは雇い止めで仕事を失った人は見込みを含めて11万人を超えたというような報道もございました一方で,です、ね、雇用調整助成金の下支えが大変大きくてですね解雇や雇い止めをせず従業員の休業を継続している会社も多いのではないでしょうかコロナ禍において雇用調整助成金の特例が、えー、ありましたけども こちらは段階的に縮小する予定になっております。そうしますと、休業手当の補償ということで、雇用調整助成金で賄っていた人件費が払えなくなるという恐れが出てまいります。事業悪化による事業存続のためにはですね、雇い止めや、いわゆるリストラの一つである整理解雇を実行しなければならないということもあると思います。事業が存続すればですね、再行できる可能性もあるわけなんですが、 今回お話するテーマの在籍出向もですね大きな意味でこのリストラの一つということになります整理開講に行く前にですね、えー、今回お話する在籍出向ということを検討してみてはいかがでしょうか今回のこのテーマ在籍出向のテーマはですね二千二十一年六月十五日の私どもの YouTube 人事労務情報チャンネルで配信しました在籍出向の留意点の動画の第二弾として在籍出向時の 労務管理のポイントということでお話ししたいと思いますではですね在籍出向に関連する労務管理のポイントをご説明する前にですねそもそも在籍出向に至るまでの流れがどうだったかというのを再確認したいと思いますまず一つ目ですね就業規則の確認をお願いしたいと思います就業規則にですね出向の根拠となる規定があるかどうか確認お願いしますそして出向に関する詳細な規定のルールがですね 別途あるかどうかこちらの確認もお願いします次に出向契約の締結です出向先の選定あるいは出向の受け入れの検討をするかと思いますがその際に出向元と出向先の間で出向契約書というものを結ぶ必要がありますこちらがきちんと作成する必要がありますので準備ができるかどうかご確認いただきたいと思いますそして出向時の労働条件の確認と明示です 就業の場所や従事すべき業務労働時間賃金、えー、退職に関する事項そういったものがきちんと労働条件として、えー、決められているかどうかこちらの確認をお願いしたいと思います。併せてですね雇用契約書の作成と明示が必要になります。そして、えー、社会保険の事務手続きということで、えー、労災保険雇用保険健康保険厚生年金保険の手続きが必要になりますし あとは給与の支払い方法の確認ですね。出向元で払うのか、あるいは出向先で払うかどうかのルールも確認しておく必要がございます。その上で、ようやく出向を実施するということになります。えー、本内容の詳細はですね、先ほどご紹介しました、2021年6月15日に配信しております。私どもの YouTube、人事労務情報チャンネルで動画を出しておりますので、ぜひご確認をしていただきたいと思います。では、 在籍出向について何かということで、こちらも再確認ということで簡単にご説明したいと思います。えー、在籍出向はですね、従業員が自分の雇用先の企業、いわゆる出向元と言いますけれども、そちらに在籍したまま、他の企業、出向先ですね、において、当該他の企業の業務に従事することを言います。出向元の就業規則にですね、出向命令権の根拠が書いてあれば、 包括期合意を得ているということになりますので人事異動としてですね業命令で在籍出向させることが可能になりますまあ、こちらの図表に書いてます通り出向元と出向先いずれにもですね雇用関係がありますので出向契約会社間で結ぶ出向契約で労働条件に関する責任を明確に規定をしておくという必要があると思います在籍出向形態のパターンも再確認しておきましょう在籍出向はですね 四つのパターンが一般的です。最初から他の企業へ出向させることを目的とした雇用というのは許されません。業として行ういわゆる労働者供給事業は職業安定法第四十四条で禁止されています。詳細は後ほどご説明したいと思います。その出向パターンということですけども、大きく四つと申し上げました。まず一つ目が要因調整型といいまして雇用確保のための出向です。二つ目が 業務提携型ということで経営指導や技術指導のための出向です3つ目が実習型ということで技術習得や業務経験などの能力開発のための出向です4つ目が人事交流型ということで企業グループ内の人事交流のための出向ということですねまさに今回のコロナ禍における雇用維持目的の在籍出向というのは えー、この中の1のパターンに該当しますので業として行う労働者供給にはもちろん該当しないということになりますでは具体的に在籍出向するにあたっての労務管理のポイントをいくつかご紹介してまいりたいと思いますまず一つ目がですね労働者派遣と偽装出向という問題ですね労働者派遣ご存知かもしれませんが再確認です派遣元と派遣従業員が雇用契約を締結します派遣元の業務メによって 派遣元と派遣先で締結した労働者派遣契約に基づいて、派遣先の指揮命令を受けて勤務する形態を言いますね。派遣先と派遣従業員の間では雇用関係を締結しない、ここがポイントになります。先ほどご紹介した在籍出向の場合には、出向元と出向先、双方で雇用関係が成立しますが、労働者派遣の場合には、派遣元と従業員との間のみ雇用関係が 成立するというふうになりますので雇用関係と使用関係が分離しているということになりますこの点が違うということですねまあ最近私どものご相談の中でもですね、えー、雇用維持目的ということで、えー、派遣の許可申請をしたいというご相談もあります、えー、派遣の許可はですね厚生労働大臣の許可をもらわなきゃいけないんですねしたがってあの一定の手続き要件を 踏まえてやってまいりますので手続き上いくつかの手続きを取っていかなきゃいけないということになります一つ注意しなきゃいけないのが中小企業今年から施行になりましたけれども同一労働同一賃金の対応が派遣社員に対しても必要なんですね既に昨年度から派遣の同一労働同一賃金対応が必要になっておりまして 許可を取得するということはよろしいかなと思うんですがこの同一労働同一賃金の対応も含めてですね会社の方で対応可能かどうか今一度要件を確認した上で許可を取るか取らないかは検討していただいた方がいいかなというふうに思います。労働者権の内容を確認した上で偽装出向の話になりますけれども偽装出向とはですね出向という契約関係を偽装して 実態は出向元から出向者への人材提供を行ういわゆる労働者供給事業であったり先ほどご紹介した許可なくですね労働者派遣事業を行うことを指しますその労働者の供給事業についてですけども供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させるものを言いますただしここには労働者派遣は除きます労働者供給を業として行うというのはですね 職業安定法第四十四条によって禁止されていますでここでいうの業として行うというのはです、ね、事故の雇用する労働者を営利目的で反復継続して出向させるそして当該出向で企業としての利益を上げる形態を指すんですねそこが業として行うということになりますでは具体的にです、ね、偽装出向となるケースはどういうものがあるかということですがまず一つ目下請け業者が 労働者権を回避するためにつまり労働者権の許可を取らずにですね発注元に自社の労働者を出向させて出向元が在籍出向によって労働者の成果を出向元の売り上げに計上するようなケースこういったケースが偽装出向に該当しますあともう一つ多いのが発注元会社がですね偽装受けを回避するために、えー、下請けとして働いている従業員を直接指揮メールするために下請け業者に 現場責任者等を出向させるそんなケースですねいずれのケースもですね職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反しますので1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課せられるというようなものになっているんですねよくこの出向のことを理解しないとですね偽装出向と疑われるようなケースが出るケースがありますので えー、よくご確認をいただきたいと思いますまあ目的の確認ですね出向させる目的は何なのかということをきちんと確認した上で、えー、在籍出向というものを進めていくということをです、ね、ぜひご確認いただきたいなというふうに思います、えー、続いて出向元と出向先の労務管理上の責任についてということになりますが、えー、図表があります通り出向元出向先において労基法上の適用関係が このようになっているんですねまず労働者としての地位に関しては出向元及び出向先に責任それぞれあります労務提供義務は当然出向先になりますよね出向先で働きますので賃金の支払い義務については出向元及び出向先ということになりますこれは出向契約に基づきますね審議則その他労働者の義務についても出向元及び出向先いずれにも責任があるとま出向契約によるということになります 就業規則の勤務時間の適用ですけどもこれは出向先ですね。差不ク協定時間外休日労働に関する協定も出向先です。指揮命令に関してもこちらも出向先ということになりますね。人事労務の管理権限ですけどもこれは出向元および出向先両方ともに責任があります。安全配慮義務こちらも出向元および出向先。 それから懲戒処分の権限なんですがこれも出向元及び出向先ということですただしですね、えー、懲戒解雇については出向元に責任がありますので口述しますけども注意が必要です解雇定年に関しても出向元ですね解雇定年に関しては出向元に責任があるということになります、えー、出向契約においてですねこの出向元と従業員あるいは出向先と従業員との間に 二重の雇用契約案が成立するというふうに申し上げましたが、こうした関係から、この権利義務についてですね、出向元も出向先も、領域法上の使用者に該当するというふうになっています。このような権利関係になっているんだということを、把握していただいた上でですね、雇用管理上の責任を明確に把握した上で、在籍出向というものを進めていただきたいなというふうに思います。続いて、出向元と出向先の就業不足の適用関係と、 いうことになります出向元出向先における就業規則の適用関係を判断するにあたっては労務提供を前提とするかしないかその規定がですねそちらで判断します労務提供を前提とする規定については出向元の就業規則が適用されます一方で労務提供を前提とする規定は出向先の就業規則が適用されるということですね例えばですね 労働時間とか休憩休日休暇の規定は労務提供を前提とする規定ですよねしたがって原則出向先の就業規則が適用されるということになりますただですね出向元と出向先で異なる所定労働時間例えば一日の所定労働時間がですね出向元で七時間出向先で八時間であった場合は出向る従業員にとっては不利益になりますね出向先で八時間ですので したがってこの不利益を解消するための措置を出向元出向先双方で検討する必要があると。まあ、具体的には出向契約でこの不利益をどう解消するかをきちんと定めておくということになります。この不利益を解消するための具体的例としていくつかご紹介しておきますけれども、まず一つがこの出向元で7時間、出向先で8時間だった場合ケースですけれども、延長された労働時間に相当する部分を 休暇として出向先で計画的に消化させるといったケースや出向元に復帰した後にですね復帰前に長期休暇として付与するあるいは賃金保証するまいずれかのパターンでこの不利益の解消措置を講じるということが多いです出向元出向先の間できちんとこの辺りの取り決めをですねしておくということがトラブルにならないかなというふうに思います まとめますと出向元出向先との間の就業規則の適用関係については個別に異なることがありますので先ほど申し上げたように出向契約書を締結する際にきちんと明確にしておくということと在籍出向を命じる際の出向命令書にですね出向契約の内容を明示しておくということで責任の所在を明らかにしておいた方が良いというふうに考えます是非参考にしていただきたいなというふうに思います続いて出向従業員に対する普通解雇ですね 出向先において出向従業員が即応不良であったりあるいは勤怠不良だと、まあ、そういった理由で普通解雇はできるかできないかということなんですけれどもこれはできないということになります、えー、在籍出向はですね従業員が自分の雇用先の企業、まあ、出向元ですけれどもに在籍したまま他の企業いわゆる出向先において他の企業の業務に従事するということになりますので雇用契約の消滅 となります。解雇権は出向元にあるんですね。あくまでも出向元の身分を保持しておりますので、したがって出向先によって身分を証明させるような普通解雇はできないということになります。出向従業員がですね普通解雇中に該当する場合ですけども、出向先は出向元との出向契約を解除すると、その上で出向元に戻した上で出向先によって普通解雇するという方法がありません。 したがって、出向契約の契約解除自由にですね、出向従業員が解雇自由に該当した場合には、出向契約を解除しますよ、ということを規定をしておくことが良いと思います。また、出向契約でですね、出向先において解雇自由に該当した場合には、事前に出向元に報告をしてくださいという規定を設けることもよろしいかと思います。続いて、出向従業員に対する懲戒処分の可否ですね。 まあ、結論を書いておりますけれども真ん中の図表ですけれども、えー、いわゆる開国とか欠席減給出勤停止といって身分が保持される懲戒処分については出向先においてできるんですが先ほどの解雇と同じようにですね懲戒解雇の場合は身分が喪失するということになりますので出向先ではできないということになります。えー、同じようにですね 懲戒解雇は普通解雇と同じになりますので、えー、同じように出向先の方でそのような懲戒解雇に該当するような自由があった場合には出向契約を解除してですね出向元にその方を戻した上で出向元によって懲戒解雇するという方法になりますしたがって、えー、普通解雇と同様ですけども 出向元と出向先に同じ懲戒自由があるかどうかは限りませんので出向契約書によってですねあるいは出向命令書によって出向先で懲戒解雇自由に該当した場合には出向元で懲戒解雇するというような規定をしておいた方がよろしいかなと思います、えー、普通解雇と同様に出向契約においてですね出向先において懲戒処分を行う場合には事前に出向元に報告をするように規定をしておいた方がいいと思います えー、懲戒処分の内容が妥当かどうかの確認をそのような形でできるとですね、えー、懲戒権の乱用というようなことでトラブルになることもないと思いますので、えー、きちんと出向契約で書いておくということがポイントになろうかなと思います、えー、次に在籍出向と残業代の問題ですね、えー、これよくあの労基法上の管理監督者に対して残業代をまあ支給するかしないか出向先で の立場によって出向するしないかという問題なんですが、出向元でいわゆる労基法上の管理監督者であって残業代をですね支払っていないというような出向従業員が出向先において管理監督者ではない立場であった場合、残業代は支給する必要があります。もちろん出向先で管理監督者として働くんであれば残業代はいりませんけどね。 でその労基法上の管理監督者について真ん中の表にまとめております。まず一つ目、えー、労基法上の管理監督者の要件として、当該労働者が実質的に経営者と一体的な立場にあると認めるに足りる重要な職務と責任、権限を付与されているかどうかですね。二つ目、えー、事故の出退金をはじめとする労働時間の決定について厳格な制限、規制を受けていない立場にあるかどうか。 自国相対のがあるとかですねこういったことは労協所の管理監督者では認められないということになります。そして3つ目一般の従業員と比較してその地位と権限にふさわしい賃金、まあ、基本給であったり所手当てであったり賞与そういったものの待遇が付与されているかどうか間違ってもですね一般の従業員の賃金が高いと管理職となる方よりも高いということは認められませんしあるいは 一般従業員の残業代の支払いがあった時にですね管理職の給与といつも逆転しているようなようなケースそういったようなケースは労協所の管理監督者として認められませんので注意が必要だということになります。まあどれか一つに該当したらだめということはないので、まあ、総合的に考慮してということになるんですが在籍出向先でですね、まあ、この3つのような えー、管理監督者制に関する実態があるかどうかこれがポイントになりますで、そのような実態のある、まあ、管理監督者として働かない就労しないのであればですね出向元で管理監督者であったとしても出向先では当然残業代の支給が必要ということになりますので、えー、この出向契約においてですね出向先での職務内容や立場についてきちんと明確にしておくということがやはり重要であるということになります。 非常にですね管理監督性の問題は難しいんですが出向契約書で明確にしておくことによってトラブルを防ぎましょうこれまで在籍、えー、出向に関する労務管理上のポイントを話してまいりましたが在籍出向を行う場合にはですね、まあ、こうした労務管理上のポイントあるいは企業間での契約手続きなど、えー、多岐に手続きが及びますね私ども東間社労省人では出向契約から人事労務に関する社内手続きに関するアドバイス あるいは出向中に起きうる労務相談に関してアドバイスをしていますのでぜひです、ね、ご相談をお気軽にいただければと思いますなお当社労省人では産業雇用安定助成金の申請は行っておりませんこの在籍出向に関しては厚生労働省が用意してます産業雇用安定助成金の活用ができる場合があるんですが申請代行自体は私どもしておりませんただですねこちらに書いてます通り 財政執行にあたってのですね、さまざまな労務官上のアドバイス、契約手続きのアドバイス、あるいは社内手続きに関するアドバイスはしておりますので、ぜひご相談をしていただければなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。今後ともですね、お役に立つ動画をご提供してまいりたいと思いますので、ぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思います。引き続き、東間社郎精進をよろしくお願いします。ありがとうございました。